きます。はい、では今日1点目、田中明子さんコラボフレアスエットプルオーバーです、はい、品番が C の5597 です、はい、まずお色がですね、福ちゃんが着ているのがこちらがライトベージュです、はいはい、そして手に持っているのがこちらオートミールです、はいはい、リーちゃん着ているのがこちらがブラックになります、はいはい、そしてサイズ展開が今福ちゃん S サイズ着用してます、はいはい、リーちゃんはこちらが M サイズ着用しております。2サイズ展開になっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、2490円、イエーイ、はい、でこちらは、発売が本日18時からですねになっておりまして、9月8日水曜日朝11時59分まで送料無料になります。これかわいいね。かわいいです、めっちゃかわいいこれ、うん、じゃあポイントお願いします。はい、これはですね、まずスウェット生地になっているので、うん、はい、すごく柔らかくって、あの伸縮性もあります、うんうん、で裏もこういうタオル地になっているので、うんうん、肌当たりもすごく抜群です、うん、はい、でこれはね、スウェットって結構カジュアルなイメージあるかなと思うんですけど、うん、これはすごくデザインがきれいめで、はい、いい意味でこうスウェット感を出さない、うん、はい、デザイン性になっております、はい、でまずこの袖口が長めのリブになってまして、うん、これをねこういう風に託し上げてもらうと、こういうふんわりとした、そう、小安袖になるね、これが可愛いポイントになってて、ここのボリューム感とここのスッキリ感のメリハリですごくね、うん、キャシャ見えするポイントになっております。はい、はい、でここの首元からここの脇にかけて斜めにこう袖がね、うん、縫い付けられているので、これもデザインのポイントになってますし、腕もすごく上げやすいので、はい、動きやすさも抜群です。はい、はい、うん、で裾が前後差がありまして、後ろが長めなのでこんな感じで体型カバーもしてくれますし、うん、こんな風に前インとかもしやすい丈感になっております。はい、はい、すごく動きやすいのでおすすめの一枚になっております。はい、ありがとうございます。はい、なんかね、お袖が結構小安袖のものって、うん、こうドルマンスリーブ系のものが結構多いイメージなんですけど、うん、こう肩が下がってるやつ、はいはい、これはね、さっきくくちゃんも言ってくれたみたいに、ここからなんですよ、切り替えが、うん、ラグランスリーブの感じになってるので、うん、なんでしょうね、こう多分ここの切り替えがちょっとこの辺りふくよかに見えるなっていう方は、ここに斜めに入ってるからちょっと黒いか見えづらいけど、だからここにラインが入ることで結構ね、この胸元あたりとかもすっきり見せてくれる効果もあると思います、うんうん、だから小安袖だけどこうちょっとね取って見えるかなっていう方とかは結構これ挑戦していただくのすごくおすすめです。はい、はい、首元結構詰まってる感じですか？うん、結構上目ではあるんですけど、鎖骨は見えないぐらいの首元になって、絶妙やな、はい、いるんですけど、首元がこう詰まってるっていう感じは全然ないです。はい、はい、うん、ね、あとね、ぷくちゃんの M サイズ着てみてほしいですってあるんで、じゃあぷくちゃんの S サイズの着用感皆さん覚えておいてください、はい、お尻全部隠れないぐらいかなぐらいです。そうだね、はい、うんうんうん、なってます、こんな感じです。はい、じゃあ M をお願いします。はい、うん、スウェット生地だけどそんなに厚くなさそうに見える、どうでしょうか？確かにあのね、ゴワゴワって感じはないんですよね。ちょっと滑らかさのある生地感がなので、あの確かに柔らかい印象です。一応ね、綿が 60% ポリエステル 40% で、リブ部分が、綿が 57% ポリエステル 38% ポリウレタン 5% です。なんか綿100とかのものって結構ね、厚手だったりとかちょっと硬さがあったりするんですけど、これは綿とポリエステルなのでそんなに分厚すぎない、ちょっとパイル地系の、うん、こんな感じになります。あ、デニム合わせももちろんです。はい、しますね。そんなめちゃくちゃ分厚すぎず、もうちょっと寒くなったら全然着れるし、中にもこれは着込めるところがいい感じかなって思います。はい、あ、オートミールとホワイト並べてほしい、 OK です、ちょうどありました。こんな感じです。若干違うんですけど、こっちがオートミール、ん、ちょっと待ってってね、ちょっと待ってくださいね。あ、こっちがオートミールでこっちがライトベージュです。ちょっと色は違うね、両方可愛い、色は絶妙です。ピーちゃんのサイズ、あ、私のサイズは、はい、私今 M サイズを着用してます。M サイズだと私もお尻一番下まではいかないんですけど、ほぼ隠れます、後ろは。
余裕でほぼ隠れてます。でシルエットがねちょっとこうフレアな、こういう感じのフレアのシルエットだからすごい可愛いんですよね、これね。はい、ちょっと待ってくださいね。大丈夫大丈夫、ドンってドンって野菜は。ふくちゃんがさっき着てたのはさっきライトベージュか着てたの。そうです、こっちライトベージュ、ライトベージュをさっきはふくちゃん着てました。はい、毛玉になりやすそうですか。毛玉はね、これは引っ掛けとかは弱いかもしれないですが、あのこう引っ掛けてガリガリしちゃうとちょっと危ない。でも普通に過ごしてる感じだとそんな毛玉とかは、スウェット生地で表面はそんなにねボコボコしてる感じもないので、そこまでならないと思います。はい、あと黒ほこりつきやすそうですかってあるんですが、やっぱり他のカラーに比べるとちょっと目立つは目立ちますね。こうちょっとついてるのは分かる感じがします。でもこうパパってしたら払えば全然大丈夫なので、うん、そのあたりは、うん、まあ黒が一番、まあ、目立つは目立つかなとは思います。はい、イーちゃんのスカート販売されてますか。これね木曜日の発売なんです。可愛いから先に履きました。可愛い。そう、あ、なんとまた履きました先に。はい、M サイズ。M サイズ着てきました。うん、はい。袖感は、うん、ちょうどぐらいかな。うん、伸ばしてもちょっと手首にかかるぐらいです。うん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 、はい。で、すっぽりとお尻が隠れる。お前ら、そのサイズ感も可愛いね、ブッカ。なんか。ちょっとすっきりめのパンツと合わせたらめっちゃ可愛い、はい、ゆったりめに着れます、これは、うんうんうん、でここの袖口は S サイズと M サイズと変わらないので一緒です、うん、はい、はい、あきこさんのスカートとも合いそうかな。もちろんもちろん、うん、合うと思います。絶対可愛いです、うん、もう合わせてほしいですね、あきこさんスカート。S と M で悩んでます。身長157センチです。胸の部分のきつさはね、そこまで私はどっちも結構ゆったりしてるので胸周りは、うんうん、ここのきつさはどっちも感じないです。はい。あ、お尻隠れるのいいですねってありがとうございます。これね、すっぽり結構隠れるし、前は短めなので前にしやすいので、すごく着丈は、はい、グルーしやすいです。推し色なんですか、ふくちゃんは。あ、推し色は、私はブラックが好きです。うん、私もブラックを買おうと思っています。おでもね、あの、オートミルクベージュ、これはちょっと2色欲しいんですよ。うん。ね、かわいい。めっちゃかわいいから。ちょっとくすみがかった色味なので、かわいいです。うんうん、はい。買うなら、私はね、サイズは、S サイズの方を買いますかね、私は。うん、S? そうですね。それ長い、ちょっと。長くはないんですけど、なんかゆったりめのスタイルが好きな方はこっちの方でいいかなと思うんですけど、私は結構ぴったり着たい方なので、S サイズを買います。うん、はい、はい、すいません。私は M の、はい、ライトベージュを着てきました。はい、ほら、色ってちょっと違うの、うん、ね、わかりますかね、はい、うん。あとね、デニム合わせた後ね、デニム合わせしてきました。なんかシンプルにデニム合わせてもすごいやっぱ可愛いです。シルエットが可愛いので、ね、はい。ピクちゃん今着てるのは、ね、ライトベージュじゃなくて、もう一色のオートミール、の方を着ています。はい。はい、うん、あ、エリさんがコメントを見てくれてるんですか。あ、ありがとうございます。エリさん、私はね、買うんだったら M かなと思うんですけど、はい、うん、M サイズですかね、私は、はい、はい、サイズは今は2人とも M サイズを今着用しています。はい、うん、これからの時期アウターは着れそうですか。何を羽織りますか。僕ちゃんの方は何羽織りますか。羽織りはちょっと難しい。タイトなやつは難しいです。そうですね。でもあのね、ジージャンとかいけそう。頑張ったら袖伸ばしたらいけると思う。ふくちゃんちょっと羽織ってみて。はい、うん、私 S サイズ着ます。じゃありんこさんちょっと待ってくださいね。それいけると思う。あ、
全然いけました。そう、ちょっとあのドルマン系のゆったりしたあのアウターとかだったらいけると思います。はい、あのね、ライダースとかになるとちょっときついかな、うん、ね、うん、と思うので、全然アウターは着ていただけますよ、うん、はい、じゃあちょっと S 着てきます。はい、あ、じゃあライトベージュの S 着てくるかな、そのまま、うん、ジージャン出る予定はまだないですかね。そうだね、ジージャンは今あるやつあるんかな、在庫がちょっとわかんないんですけど、ごめんなさい、うん、バンザイするとお腹見えちゃいますかっていただいてるんですが、ここまで上げても見えてないですね、うん、大丈夫です、はい、で結構こういうのって袖を上げるとなんか落ちてきちゃったりすると思うんですけど、うんうん、結構ねリブが長めなのでこういう風に上げてもしっかり止まってくれるので、うん、はい、すごく着やすいです。私はやっぱり M だ、なんかちょっとやっぱサイズ感がちっちゃく感じます。丈とかいけるけど、そうですね、なんか浮いてる感じがする、こう、この、わかる、ここが、わかる、そう、なので私はやっぱり M サイズが結構着心地とかもいいですね、はい、ちょっとこうした時に詰まる感じ、うん、若干感じるので首元とか、うん、私は M がいいかなって思います。はい、ふくちゃん、じゃあもう一色なんか黒でコーデなんか組んできてもらっていいですか。はい、はい、うん、ね、私やっぱちっちゃく見えますよねちょっとちっちゃいですね、サイズがあるなんかそうちっちゃいので私はやっぱり M サイズがいいなって思いました。はい、あ、ぷくちゃん次 S サイズ着てくれるので少々お待ちくださいね。袖、はい、のリブはゆとりありますか。私今 S なのであれですけど、まあ、でもねちゃんと伸びるんですよね、結構こういう感じしっかりめに伸びるので腕まくりしてもこうやってしっかり止まるし、これあのここ着てもピタッとはなってるんですけど全然ここでもね伸び伸びはするので、あの結構ね大丈夫だと思います。しっかり止まるし、うん、よし、あとねお袖がちょっと長いかなってもしかしたらあの 私たちよりも低身長の方とかは思われるかもしれないんですけど、これはこのポワンが可愛いので、むしろ私今このサイズ感だとあんまりポワン袖が強調されてないんですよ。で長い方は本当にこうちょっと託し上げてこのポワンを楽しんでいただきたいな、これは、うん、なのでちょっとお袖が長いかもっていう方もこういう感じでちょっとポワンとした感じのお袖で着ていただいてるのでぜひそれで着てみてください。はい、うん、あきこさんもあの商品ページとかでこうちょっとポワンとして着てるのでそれをぜひ参考にしてみてください。埼玉152センチさんの着具はみーちゃんですか。みーちゃんだと思うんですが、うん、だと思いますよ。ちょっと待ってくださいね。うん、みーちゃんだと思います。なんでみーちゃんの着用感これ見てください顔は見えてないけどこれはみーちゃん、164センチはこれは私、いーちゃんそう、なのであの着用感参考にしてみてください。はい、全部 全3色でしたっけ。そうですね、3色展開になってます。はい、あきこさんの同素材の、ね、パンツ合わせてほしいですっていただいてるんですけど、ちょっとそちらお持ちしてなくて申し訳ないです。すいません。それもあのそうなんですよ、実はあのスウェットのワイルパンツがあるんですけど、はい、あのそちらと合わせて着ていただくのもすごく可愛いです。はい、うん、ちょっとあるか見てこようか なんかせっかくねあったら、はい、あの合わせた方がいいかなって思うんで、はい、なかったらすいません。ちょっと一瞬見てきます。はい。ボクちゃんコメント頼みます。はい。なくされました。はい。ちょっと私見てくるね。はい。はい。ボクちゃんアウトしてほしいってあるのでアウトしてみますね。こんな感じです。はい。やっぱり私は S サイズですかね。あ、私前後逆に着てるわ。ごめんなさい。少々お待ちください。ごめんなさい。あ、ふくちゃんコーデかわいいってありがとうございます。すいません、前後逆でしたごめんなさい。セットアップに、あ、
着れるか知りたいっていただいてるので、今いーちゃんに見てきてもらってるので少々お待ちください。あ、スカートコーデ可愛いってありがとうございます。これ本当にパンツにもこういうスカート合わせでもどっちも合うと思います。で今ブーツ合わせしてるんですけど、こういう秋っぽコーデも可愛いかなと思います。はい、あきこさんのジャージーパンツの、テーパード今日このあと2点目の紹介になりますごめんなさい間違えました。あ、福さんタイトめのスカートにも合わせてほしいっていただいてるんですけど、後でね時間があれば合わせようかなと思うんですけど、これ結構ゆったりめのトップスなので、あのタイトなスカートにも合うと思います。うん、下すっきりめに着てもらっても可愛いかなと思います。スカートの柄デザイン、あ、可愛いですよねこれ。品番なんだろうな、これは M3299 です。ちょっと在庫があるかわからないんですが M3299 です。あ、1枚で着てもあったかいですかっていただいてるんですが、これね結構あったかいです。今あのライブしててももう体がポカポカして、はい、かなりねあったかいで、スウェットなので本当に楽に着えるので、おうち時間とかにも着ていただきやすいんじゃないかなと思います。あ、袖伸ばしてっていただいてますので、袖を伸ばすとこんな感じです。はい、よりこのリブが長めなのでこのスッキリさがより目立つかなと思います。はい、そうなんです、めちゃくちゃあったかい。これは、うん、秋冬とかでも全然着ていただけると思います。肩落ちてるデザインですかっていただいてるんですが、これはね肩落ちてないです。首元から脇にこういう斜めにかけて、はい、デザインがされております。あ、ベージュ当ててほしいってあるのでベージュを当てますね。こんな感じです。これとスカート合わせもめっちゃ可愛いですね。ちょっとガーリーな感じで着ていただけます。はい、ですね、あくちゃんウェーブだっけっていただいてるんですが、私はねウェーブになります。骨格ウェーブです。はい、ありましたかね。あ、なんかちょっとまだちょっとダイヤさんに確認してるので、はい、ちょっと待ってくださいね。ただあのその代わりスカート持ってきましたあると思いますね。そう、あきこさんのスカートとかと合わせれますかってあったんで、うん、こういう感じでスカートを持ってきてみました、ね、そう、あとね可愛いんちゃうかなって一個思ったコーデがあって、はい、うん、あきこさんのワンピに上からそのままボソンって言ったら可愛いんちゃうかなって思ったんです、うん、だからちょっと待ってください。やるよ、サイズがちょっとね、スウェットパンツをお待ちください。あるかわかんないです。さ、今バッて見に行っただけだったから私が探しきれてないだけなんかもしれないんですけど、ちょっとバイヤーさんに確認中です。はい、エリナさん、洗濯機で洗えますかっていただいてるんですが、これは洗濯は、OK です。うん、うん、洗濯 OK です。はい、はい、もう一度前インしてほしいですっていただいてるので、うん、前インしたらすっきり着れそうよ ね。私も前インのスタイルが一番好きかな。はい、スカートとか前インしたくなる。まあ、ウェーブだから余計かもしれないですけど、そうですね、なんかスタイルがよく見える気がします、うん。ふくちゃん、いーちゃん戻ってきた時の安心安心した安心しました。一人ドキドキ、全然修理できてたよ。あ、もう見れてない、失礼しました。だからこれ見れてない、はい、あ、生地感アップで見せてくださいっていただいてます、うん、リブ素材はこんな、あ、ちょっと黒は見にくい。リブ素材はこんな感じです。はい、で、ここにスウェット生地で、ここに斜めのラインが入ってます。はい、めちゃくちゃ楽な生地感です。ぷく、うん、ちゃん、 S でも結構ゆとりありますかっていただいてるんですが、結構ね、ゆとりありますね。なんか、ね、身頃
が結構ゆったりしてるので斜めについてるのも結構関係ありますよね。そうあると思う。脇がね、うん、やっぱりねそのおかげですごくゆったりしているね。ここがねまっすぐに落ちてなくって斜めについてるのですごくゆったり着れます、はい、うわかわいいこれ。あめちゃくちゃ合いますね。かわいいね合うね、うん、リブはきつすぎませんかっていただいてるんですけど私もねそう思ったんですがなんかちょうどいいリブの締め感なので、うん、こう上げてもなんかねリブがきついなっていう感じは全然しないです、うんうん、いい感じに止まってくれてるフィット感になります。はい、あ今日コラボが多すぎて悩むってねめちゃくちゃ可愛いです。今日はねいっぱいあるからね。はい158センチだったら S かなっていただいてるんですがこれはね結構好みもあるんですけど確かに、うん、私は S 157センチで S サイズを選びますかね、うん、かなりゆるゆるに着たい方とかだったら M でもいいと思うんですけど、はい、うん、うわめっちゃ可愛い。ちょっと同じみたいな感じだった黒にしたからちょっとワンピースを合わせたので、うん、また雰囲気が変わりました、はい、ここからチロって見えるのも可愛いと思う、うん、こんな感じです双子コーデ、ね、双子コーデになっちゃった、はい、M サイズと S サイズ着用してます。はい、はいはい、うん、あバイヤーさんからコメント来てますか。ありがとうございます。みんなバイヤーいやどこですか。どこだ。ちょっとどこでしょう。うん、どこやろう。あれあれあれ私全然探せてない。私もちょっと見えなかった。ねごめんなさい。探せてないよ。ごめんなさい。あスウェットパンツデスクにあるみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃあの上のとこに探しに行きましたがなかったからありがとうございます。うん、あいーちゃんのコーデ袖もたつかないですか。袖がね意外ともたついてなくて意外とあのちゃんと入っています。だからちょっとここで見せても可愛いかも。あめっちゃ可愛いね、うん、あえて、はい、こうちょいちょい見せるっていうのがおしゃれな感じになりそうじゃないですか。こんな感じ。うんうんうん、はい、あ今日リモートだから撮ってわかりました。すいませんありがとうございます。ちょっと取りに行きましょうか。いや大丈夫ちょっとだけ追ってあの言って言うからちょっと、はい、すいません。で花柄で袖出したらめっちゃ可愛かったですね。ワンピの上から着るのめっちゃ可愛いと思います。この首元と袖をちょっと出してもらうと可愛いと思います。ちょっと他の子に撮ってきてもらいます。はい、とくちゃんなんか着替えておいで、はい、ごめんなさいちょっと一人にして申し訳ないお城は何ですか。お城2人ともねブラック推しなんですけど、他の色も気になるね。うんあワンピ合わせかわいい。届くの待ちだからいーちゃんのマネっこしおいかさんありがとうございます。ぜひワンピ合わせしてください。絶妙ですよね。丈感もいい感じでなんかもうちょっと寒くなったらこの着方とかしていただいてもいいかなって思います。あとはねなんかねワンピまだちょっと暑いぞって時この着方は暑いんちゃうかっていう時は肩掛けとかしたらかわいいんちゃうかなって思っててこのなんかちゃんと締めてるなんかこのワンピースの上からよいしょ私たまにするけどニットとかさこうやって肩掛けするわめっちゃ可愛いです ね、こういうのあるじゃないですか、うん、めっちゃ可愛いですね。そうこうやってなんかちょっと暑いぞって時はこうやって着てもらってもいいですし、あと今やったらタスキとかも可愛いかな。ちょっとピタってなるけどタスキしてもまた雰囲気変わるし、でうわ寒いって時に着る感じのイメージです。はいという感じでぜひしてみてください。
はい、うん、ね、おしゃれ、そうおしゃれに、なんか何通りもやっぱシンプルなので何通りも結構着れると思います。うん、あ、今日髪型ありがとうございます。ちょっといつもと雰囲気を変えてみました。ドットワンピならブラック、ベージュ、どっちも合うと思いますよ。なんかあの顔つりをちょっと締めたいなって感じだったらブラックでいいと思いますし、ちょっと明るさ欲しいなっていうか全体的に明るめの感じのコーデがしたいなって時はベージュで合わせていただいたらいいかなって思います。はい、うん、おしゃれな着方ぜひ、あ、いいちゃん黒かライトベージュ決めて、私はね黒はマストで欲しいです。うん、うん、絶対使えるよねこれ。使えます。使えるね。うん、私は黒にするします。でもライトベージュかオートミールかも迷ってるんですけど。うん、あ、今日誕生日でした、いずみさん、はい、スクショしました。はい、かわいい、はい、合うわ。あきこさんパンツ、パンツじゃないですか。さっきドットスカートに何色がいいですかってあったんで、はい、うん、ちょうどいい、うん、これにオートミールも似合いますね。うんうん、かわいいね。はい、160センチには S と M どっちがいいですかっていただいてるんですが、160センチさんはゆったり着たいんだったら M かな。そうですね、なんかそこまであの S と M で、あのこの身長の方は S とかっていうのは、うん、なんか特にこだわりもなく、うんうん、あのなんですかね、ゆったりと着たい方は M で、ぴったりな S とかっていうふうに感じていただけたら、うんうん、白バージョンにした。オータミールバージョン。うん。ぷくちゃん、今はサイズ何ですか？ S 着てます。うん、はい、S サイズです。あ、ぷくちゃん、スカートのサイズも、それ S かな？ S かな？なんか丈がちょっと短そうだから、はい、S な気がする。はい、うん。うん。うん。S かな、 S、 はS やと思います。たぶんちゃん M 履くと結構長そう。そうです。あとね、こうアウトして着てみてほしいって。はい、はい、オートミールと黒にするエカさん、ありがとうございます。2色がいい、はい、これはでも2色欲しくなりますよね。うん、うん、あきこさんのストライプワンピなら何色合わせがいいかな。ストライプワンピか、うん、難しいね。どれも合うね。うん、どれも合わせやすい色なんですよね。うんうん、なんかストライプが結構私のイメージは明るめな感じがするので、白系だった気がするから、うんうん、だからストライプ、私は黒を合わせたくなりますが、うん、黒かな。 S と M で首周りのゆとり感が違いますか？ちょっと違うと思います。私 S も M も着たけど、ぷくちゃんどうですか？ね、うん、どっちも結構ゆっとりはあるので、うんうん、なんか首詰まってるっていう感じはしなかったので。そうですね、そうありますかね。なんかね、あれかな、それ見幅、見幅とかがやっぱり3センチぐらい変わってくるのでね、うん、首周りもちょっと短くなりますかね、S は、うん、で、なんかこれってラグランスリーブだからあれなんですよね、肩幅とかがないんですよ。そうなんです、そう、うん、あの表記あるかなって思ったけど、やっぱ肩幅っていうのがないので、うん、若干違う。多分私が今こう着てる感じと、ぷくちゃんがこうちょっと着てるのと、こっちの方がやっぱり若干ゆったりしてるというかの感じがあるかなと思います。はい、こんな感じです。はい、はい、じゃあ次。